選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まずは今の気持ちいかがですか？あれ言っていいですか？お願いします。小さい声で言うんで、小さい声で。ブラボー。マジみんなブラボー。ありがとう、本当ありがとう。マジでブラボー、すごい。あの2日前の練習の時に自分がスペインに勝ってブラボーという夢を、ちょっと光景を見たというふうにおっしゃってましたよね。まさにそれが実現しましたね。この光景そのままです。そのまま見ました。もう本当にもうチームメイトも監督もスタッフもみんなブラボーやし、ここでねスタジアムで応援してくださったサポーターの皆さんもブラボーやし、日本でテレビの前で応援してくださった皆さんもブラボーやし、みんなブラボー、すごすぎる。本当に感謝したいです。ありがとうございます。ドイツとスペインに勝っての決勝トーナメントです。まずは今手応えというのはどういうふうに感じてますか？もう手応えはもちろんあるし、コスタリカ戦でね負けてからすごい厳しい3日間を過ごしたんですけど、それでもみんなこの壁を乗り越えてリバウンドメンタリティを発揮して、強い気持ちで今日臨めた結果がこの結果につながったと思います。はい。そして長友選手にとっては過去2回弾き返された決勝トーナメントを1回戦の壁を越えるというミッションが次あると思います。そこに向けてどんなお気持ちですか？そうですね、2回本当に悔しい思いをしているんで、絶対にこのみんなでこの最高のチームで新しい景色を見るために絶対に次も勝ちたいと思います。最後にもう一度今の気持ちをお願いします。ブラボー、ブラボー、この気持ち。ありがとうございました。